プランニングから設計、開発、オペレーション、改善まで物流機能を生かした提案。双葉運輸株式会社。生産、流通、販売、納品までの物流総合管理をメインに、ロジステックス事業、物流コンサルティング事業、運輸事業、建設、タクシー事業なども展開。怪我をしないように作業することと、時間を守ることを心がけて。コロナ禍ということで物量が安定していなかったり、感染防止のための対策としてマスクをつけたりなどして、作業者が倉庫内での作業非常に難しい状態になっております。その中でも僕たち社員は、より生産的な流れを作っていけるよう、商品の陳列棚を、のレイアウトを変えたりであったり、作業者の苦にならないような環境づくりとサポートしていく。新しく入ってきたパートさんやアルバイトの方に作業を教えてるんですけど、その新しく入ってきた人が一人で作業できるようになった時に、この仕事のやりがいを感じます。